眼科医の平松です。今日は ICE 症候群による続発緑内障、すごくね知らない人も多いと思うんですけどお話しします。ポッキンさんです。いつも拝見しております。ありがとうございます。 ICE 症候群による続発性緑内障でトラベクレクトミー、ブレブ再建、ニードリング等、いつも眼圧を下げるのに少し苦労しております。症例が少ないのか あまり情報がありません。よろしくお願いしますってことです。ですよね、なかなか専門用語が出てきてるんで分かんない人も多いと思うんで、まず ICE 症候群って何なのっていうと、イリゾコーニアエンドセリアルシンドロームって言って、なんて言ったかな、虹彩角膜内皮細胞症候群みたいな、そんな感じかな。要は、角膜と虹彩って言って茶目が一体となってしまって、隅角という目の玉の水の流れのところを自然と塞いでしまうような、先天的な病気みたいな感じですね。どちらかというと中年ぐらいの女性のに多くて、片目になることが多いですね。ほとんどそうですね、僕の見てる患者さんで両目の方はいないかな、っていう感じです。で、この方はトラベクレクトミーという、一番スタンダードな手術をして、それでその後、いろいろ苦労してるって感じです。そうですね、 ICE 症候群っていうのはなんでそこが塞がってしまう、元の原因は不明なんですけども、要は細胞が全部どんどん増殖してこの水の通り道を塞いじゃうんですよ。一方トラベクレクトミーっていうね、水を流れる手術をして、本来だったらこの水の流れによってここって塞がらないんですけど、流れがあっても塞ごう塞ごうっていう力が結構強いので、手術がだんだんダメになる可能性が結構高いです。なので経験上はバルベルトインプラントとかアーメットインプラントとかチューブシャント手術しないとあんま落ち着かないなっていうのが印象ですね。だから大体ね、僕のところに紹介になるのってレクトミーしたけどちょっと厳しいんですけどどうでしょうかみたいな感じで来る人が多いんで、初回から来てくださる方はそんな多くないんで、じゃあ初回からチューブにするかちょっと迷うところですけど、大体2回目からうちでやられる方が多いかなっていう場合は、チューブインプラントをして、そのまま眼圧安定してる人が、正直言うと多いかなと思います。じゃあなんでこのブレブ再建とか、いろんなね処置がいろいろあるんですけど塞がりやすいかっていうと、この増殖因子というのがあるので、なかなか大変だと。それはね、手術の先生が上手い下手とかそういうレベルの問題じゃなくて、体質上のしょうがないんですよ。ただ ICE のいいことは毛片眼はそうでもないってことですね。なので、片目で済むことがほとんどなので、そこはいいことですね。もう一点は目薬大して効かない、あんまり下がらないですね。なのでやっぱり手術的な治療をしないと、ちょっとなかなか厳しいかなっていうのが正直な感想だから、僕が最初に仮に見たとしたら、トラベクレクトミ1回してみて、で塞がったりとか、ちょぼちょぼしたらもうさっさとチューブにしましょうみたいな感じにして、チューブでバシッといくっていう感じが多いかな。チューブしてそれでも上がる人はそんなに多くないかなっていうか、あんまり経験ないかなっていう感じのイメージがあります。ちょっとね、ICE 症候群というね、一部の緑内障ではありますけれども、もうちょっとこういうとこ聞きたいとかありましたら、コメント欄に書いてくださればと思います。今日の動画がいいなと思ったら、高評価ボタンを押したり、友達にシェアしたり、いろいろしていただければ幸いです。よろしくお願いします。